サッカー日本代表の年間スケジュールが発表され、来年ミックスワンで国際親善試合が開催されることが決まりました。来年10月12日、サッカー日本代表の国際親善試合の開催が決まった新潟市のデンカビッグスワンスタジアム。2018年以来5年ぶりで、国際試合は11試合目となります。2001年から5年間アルビで監督を務め、現在は日本サッカー協会の技術委員長を務める反町康晴さんがオンラインで取材に応じました。 J1 に昇格したっていう、そういう勢いもありますし、私はビッグスワンができた頃から友達のように仲良くさせていただいてますので、皆さんの気持ちを汲んで、ぜひとも新潟で開催したいなというような考え方を持っていました。来年 J1 に加え、サムライブルーの熱気も久しぶりにビッグスワンに帰ってきます。